暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。皆様こんにちは。前回ご紹介いたしましたこの図、覚えていらっしゃいますか？行動の四角形といい、自分の気持ちを整理する図です。私たちは人と関わり、また出来事と関わると自分の気持ちが動きます。その動く気持ちは2つ、嫌でないという肯定的な気持ちと、嫌だという否定的な気持ちです。その2つをこの行動の四角形に分けて整理をする、これが行動の四角形でした。自分を深く知るというテーマでお届けしているこのシリーズ、まずはご自分のその気持ちを意識することから始めてまいりましょうと申し上げました。いかがでしたでしょうか？前回から1ヶ月間ご自分の生活の中でこの行動の四角形を思い出したり試みたり、またいろいろなご自分に気づいた方もいらっしゃるかと思います。今回は前回の振り返りとともに、ご自分の気持ちを整理するその捉え方をもう少し詳しく見てまいりたいと思います。まず先ほども申し上げましたように、人は誰でも他者と関わると自分の気持ちが反応します。そしてその反応している気持ちはお相手という人格ではないんです。お相手が言った言葉を耳にした時、またしている仕草を見ている時、そのような時に先ほど申し上げました嫌でないという気持ちと、嫌だという気持ちが動いている。その自分の気持ちを正直に分けていく、それがこの行動の四角形でしたね。その時その時反応している自分の気持ちに気づけると、自分の内面が落ち着いてくるものです。何に反応しているのか、その正体が意識化されると、心の中に安心や覚悟のようなものが湧き上がってくるからです。自分の気持ちを客観的に眺めることは、自分らしく言葉を伝えられたり、自分らしく行動を選べる助けとなります。その時その時の自分の気持ちを知ることは、自分や相手の人格を大事に尊重しながら言葉や行動を選び過ごす人としての生き方、人としての命の使い方をより豊かにするものだと感じています。だからこそ気負わずに、正直に自分の気持ちを聞く姿勢が自分を生きることに通じると思っています。それではもう一度、自分の気持ちを行動の四角形に整理するとき間違いやすい捉え方について考えてみましょう。行動とは相手の言葉、仕草を示すのでした。性格や態度は行動とは言いません。例えば A さんがおはようと言った言葉を聞いて気持ちが動く、 A さんが笑顔で手を振ったという仕草を見て気持ちが動くのです。それを行動の四角形に入れていくということです。嫌でなければそれは受容行動として上の受容領域に入れるということです。ではこの捉え方はどうでしょうか？ A さんは毎朝爽やかで明るい、これは行動の四角形に分けるときに、この爽やかとか明るいという捉え方は行動ではないんですね。性格や状態でした。その時自分で感じている
気持ちは確かなものですから、その感覚の奥にある具体的な言葉、仕草を指すものを探して、それを行動というのでした。例えばおはようという言葉、手を振るという仕草が明るい、爽やかと捉えるならば、行動の四角形に入れるときには、 A さんがおはようと言った、 A さんが笑顔で手を振るという言葉と仕草が行動の四角形の中での捉え方になります。そしてそれに対して感じている気持ちが嬉しい、心地よいと感じたならば、それは嫌でないという気持ちですので、受容行動といって、この図の上、受容領域に入れるのでした。嫌だという否定的な気持ちの捉え方も同じです。例えば A さんはいつも雑な言い方をする、この雑というのは状態ですので、行動とは言いません。雑と思わせる具体的な言葉、仕草があるはずです。例えば A さんがおはーと挨拶をすることが雑と感じたならば、それがおはーという言葉です。また A さんが腕を組んで話をするという仕草が雑と感じたならば、行動の四角形は A さんが腕を組んで話をするということが行動の四角形になります。具体的に耳にした言葉、目にした仕草です。自分に聞こえる、見える、感じる、その言葉や仕草は自分の感覚であって、お相手が同じように使っているとは限らないからです。言葉や仕草の概念は習慣や価値観によってもそれぞれ捉え方が違いますので、自分にはそのように見える、そのように感じるという性格や態度はあくまでも自分の感覚であって、自分にとっては事実でしょうが、そこに反応すれば相手に対してだけでなく自分の気持ちにも巻き込まれてしまいがちです。それは相手が実際に言った言葉、仕草に反応しているだけであって、自分の感覚に巻き込まれないことが大事と同時に、相手を決めつける人格評価に結びつけないこと、そのために感じている気持ちを正直に整理するのが基本の基本になります。私たちは誰でも人と関わると自分の感情が動きます。その自分の気持ちを正直に行動の四角形に入れて整理をしていきましょう。この整理を通して、その時その時の自分に気づき、そう感じている自分に出会っていきます。反応しているのはお相手の人格でもなく、また相手に感じているこちら自分の人格でもないのです。正直な自分を聞き、自分に向き合うことは自分の内側に落ち着きを助け、自分を大事に生きることに通じると私は思っています。だからこそ自分の心の足元確認は、自分を生きる命育てへの道だとも捉えています。この心の軸足が固まっていくととっても楽になります。あ、こういうふうな自分がいるんだな、こう感じている今の自分がいるんだなとして、ぶれない自分が客観的に自分を見つめられるようになるからです。それを通して私は自分にも相手にも人としての命の温かさが伝わり、そしてそこに向き合う関係性が生まれてくると思っています。神様によって祝福を受けた存在、神様によって祝福を受けた命の持ち主だからこそ、
私もあなたも尊い存在であるという、その気持ちをもとにしながら、私は神様によって良しとされたという、アイアムオッケー、その思いは、あなたも神様によって良しとされた尊い存在、ユアオッケーを生み出していくと考えます。そしてそのアイアムオッケー、ユアオッケーは、私はひいては、私たちすべてのものは一人一人例外なく尊い命の持ち主、存在なんだという、 We are OK を広げていく、言い換えれば身近なところから平和が実現していくと考えています。この命における対等の思いは、平和への道であると同時に、一人一人がこの平安を持ちながら、自分を知り相手と向き合うという、その大きな大きな礎になっていくと私は考えています。その意味でこの捉え方、私もあなたも尊い存在という命の対等感から、知る聞く向き合うという、その捉え方をし続けたいと希望し、渇望し続ける思いでおります。それでは皆様、ごきげんよう。誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。マタイ10章32節。この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、上村隆夫さんの元気に生きる、森田直樹神父のイエスと友達の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341、 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。